はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート14やっていきたいと思います。もう後ろでごちゃごちゃしてるけどね、毎回。少し木材を調達してきましたと、あとね、ゆでガニを、作ってみて、新しいね、料理方法を思いつきましたというところからやっていきます。これ食ってみようか。初、あ、守備力が上がった。そうなんだ。で、前回作っていた部屋の拡張ですね、またここからやっていきましょう。105なんだけどな、どうだろう。敷き詰めていって足りるかなあ。一応ね、木材はまだね、残ってるっちゃ残ってます。木材自体を100個くらい買ってきたんで、買ってきたって、あの狩りね。よいしょ。まあ、後で足りなくなれば足せばいいんですけれども、だいぶ消耗してるな。あとちょっと考えたのがね、2階建てっていうのもね、階段があるんで考えたんですけど、まあそこまでこだわらなくていいかなっていうところですね。最初の島なんで、なんて言ってもまだ、まずはなんだっけ、リズちゃんだっけ、部屋作ってほしいって言ってたんで、部屋を作ってあげましょう、とりあえず。で、ここまで埋めるか。ここまで埋めて、で、ここの一列をね、ちょっと破壊し尽くそう。あれ、ねちったよ。ここ拡張するんで、結構大変だな。硬いからね、これ何気に。で、寝床をね、だから1列ずつずらしたいんだよね。これもまた、これちょっと修正するっていうのがね、なかなか難しいんだけど、寝床を1列ずつね、修正して、隙間っていうか通れる道をね、もうちょっと広げよう。今いかなんでも狭すぎる。2マス分確保、ここはまあ2マス分確保されてるから、まあ、いいっちゃいいんですけど、あ、でもここどうすっかな。料理場まではちょっと壊したくないから、あくまでも、ちょっと待ってね、これ壊して、あくまでもここは白壁で全部埋めよう。埋めて、あ、ここは何かに使おう、何かに。まだ決めてないけど。で、白壁をだからここ、この位置までちょっと持ってきて、で、先に、で、さらにこっからは奥に、この部屋に行けるような感じにして、ちょっと開けとく、ここは。で、ここは寝床は3つでしょ。壁をだからこことここに置いて、これやって、ベッド取り出して、で、ベッドここに置いて、要はこの列、この列にしよう。壊しちゃったよ。もう先にもう壁置いてからだな、壊れちゃうから。これ壊して、壊して、あれ、木材の壁なんか色違くね。あ、影になってるからそう見えるだけか、別に普通だよね。で、こう、ちょっと待って、こうの、こうの、こうで、ここはこっから一回リズちゃんの部屋作るか。あいつの部屋なんて言ってたっけ、ちょ、注文が分かんねえんだけど。専用の部屋、丸太椅子、わらベッド、松明も、テーブルと壁掛け飾りを置くと違う部屋になっちゃう。ああ、なるほどね。まあいいや、もう言われたものだけ。待って待って待って、来た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 
うわ、早い、侵入が早い。うわ、壊された。待って、あの骸骨、こいつ、わけわかんないけど、倒した？あと任せるよ。あ、まだいるじゃねえか。壁、ほんとこの壁意味ないね正直速攻で破壊されるモンスターの攻撃で。かぼちゃは珍しいから回収しとこう。種が足んないんだね、かぼちゃの種が。どこまで出来上がってんだかわかんねえ。まあいいや。でトマト回収して、あるもんどんどん回収していこう。いや、なんかやっぱめんどくさいからいいやすぐ変わるかんな。で待ってね、扉1個作りましょう。扉、さてそっか ら, だから こっから一旦またわけわかんないとこに置いちゃったけど、こうでしょ。で中はいや待って、今作ってるからちょっと待ってね。ちょっと一旦仮置きする。でこうのこうで、ここは白壁。大きさ的にはもうこれでいいよね、十分だよね。一回その枠を作ろう。あ、でも野菜、そうだ、野菜って結局250まで育てなきゃいけないんだ。でこうでしょ。でここがあいつの部屋で、でここは木でいいでしょう。あ、であとここも置かなきゃいけないか。これ箱ができたはず。そう、超小さい空き部屋で、なんだっけ、タイプ、ちょ、もう一回、ちょ、は、話し合い、お前どうやって登ったのここ丸タイス、わらべっと、松明、丸タイス、わらべっと、松明。壁掛けはちょっと後で。丸タイス、わらべっと、松明ね。丸タイスとかあった気がするんだけどな。まあいいや、作っちゃおう。丸タイス、わらべっとあるな、完全に。あと、松明か。あ、壁掛けも作っちゃおう。丸タイス、松明ってどうやって作るんだっけ。あ、明かり、これか。木材だな、やっぱすげえ木材使うわ。あ、5個もある。だから、わらべっと、わらべっと、縦に置きたいんだよな。縦に置くためには、一回登って、この向きで、下を向いて、置く。置けません。来るときに置けるか、空中、あ、そうか、ジャンプすればよかったのか。狭っ。狭っ。で、じゃあ、椅子はここでいいや。置けねえ。これ、後で取っ払うんだよ、結局。じゃあ、入ってきたところに分かるように置くか。で、書く。書けねえし。ちょ、待って、書けないんだけど。あ、待って、あいつ、これだ。松明だ。松明は、じゃあ、ちょっと、ここら辺でいいや、もう適当。はい。超小さい、初めての個室。ね、初めてって絶対つくの？で、リズ。はい。こんな部屋でいいのかお前さあ作ってやったぞ、早く来い。ちょ、あとでもっといいの作ってあげるからちょっと待っててね。緑を作る仲間を探しに来た。私2人についていく。なるほど、よいしょ。で、そうか、そうするとちょっともう壊しちゃうけど、ここ白壁にする必要ないんだよな。木の壁にしよう。ここは外壁があくまでも白壁だからいきなり壊したかって
まあまあまあ、なんかに使おう、なんかに。なんかに使えるようにしておこう。だこう、こう、ここはだからこれだ。一応寝れなくなってた。本当寝るのこいつ、ここで。縦にしてジャンプしておく。よし、これだ。覚えた、覚えたぞ。で、木材壁。ちょっと待ってね、木材壁があって、いや、一旦置いちゃおう。今そもそも部屋にすらなってないからね、ここ。で、こうやってで、ここは外壁になるから白壁で覆い尽くす。よし、これで一旦部屋にはなった。そうだね、寝床にはなったね。だからあとはちょっとこっちを整える。一回また全部剥がしよう、もうこれ。しまった、早くしないと夜になってみんな寝床がなくなってしまう。床に、あれ、なんて今日ねえんだみたいな床に寝る羽目になるぞ、このままだと。しかもこの床、硬い床だからね。藁じゃないから。藁床もあんだけど、藁床って何使うんだ。あ、倉庫とかでも藁床が良さそうかもね、もしかしたら。ちょっと夜が来る前にせめてこいつらの寝床だけでも確保しよう。ほいほい。でまず壁から、ちょっとね、よいしょ。最終的には一人一つくらいだのって。農民は農民って、あれ、壁掛けってさ、でもさ、完全個室だよね。なんか二人部屋とか三人部屋とかにはならないよな。よし、これであとはちょっとベッドを敷き詰めていく。よし、これちょっと広くなったね。間違えた、変なところに寝るやつが出るぞこれ二段ベッドもいいかもね。あ、来た。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、もうちょっと待ってくれ。あ、置けない置けない。よし、これで OK。 ここ1個空いちゃってるけど足りる。あと一番奥か、人数分が足りるか。待って、リーズちゃんだってここで寝てくれるでしょ多分。で、あとだから小さいお風呂を、おめえなんでここで寝てんだよせっかくさ、せっかくここ作ってあげたよね。これリズの部屋だよね。え、なんなのマジ意味不明なんだけど、あいつすげえわがままだな作ってあげたのによ。まあいいや。で、せっかく松明作ったから、これちょっとさ、ここにあると火事になるから、ここ松明にしよう。ここ松明で、端にも松明置いとくか。これでワイ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 寝室になった。何それ意味不明、意味不明だけどいいや。明かりが行き渡ったってことかな。いや、リズリズリズ、お前超わけわかんなくなってきた。せっかくさ、ここ個室作ってやったのによ。もう一人で寝てるし、まあいいや。まあまだまだね、子供だからそれとかしょうがないよ。ではではでは、じゃあ簡単なお風呂作るか。ちょっと寝床がだいぶ少なくなっちゃうけど、これ1個壊して、で、ここから風呂に行けるようにしよう。で、ちょっと外壁はだから、これで埋めて。五右衛門風呂ってどんくらいの大きさだっけ。どっかにあるはず。五右衛風呂、五右衛風呂、どこだ。あった、
五右衛門風呂。これ取り出して、ちょっとでかっ、置けねえんだけど、これ。ギリギリか。ここに置いて、もう一個、ここくらいに置いとこう、ちょっと一回。で、ちょっと寒いから、寒いから、こう。ほいほい。ほいほい。ほいほい。で、ここはまあ木でいいよね。でちょっと待って、入れなくなってしまった。ちょめんどくさ。いけねえ。ちょっと待って、遠回りしなくては。扉を作ってこよう。だから扉を作ります。野菜収穫するか。234、これ収穫した数、え、どうなってんだ、植えた数か。とりあえずキャベツ、あそこのキャベツを枯らす、まずは。でここ壊すでしょ、だから。でここ扉にする。はい、ガチャッと。でここ風呂、超小さい空き部屋なんだけど。風呂の定義って何で、ちょっと待って、何が必要だ。たらいが必要だね、まず。たらいは必要。壁掛けタオルも必要だよね。そんなもんでよくないか。入ってくれる、本当にさ、入ってくれるかが謎なんだよね。でここ火が近すぎるから、ここだな。で一応壁掛けタオル、どこだ、ここに、ん、ここに乗って、ここに置ける、あ、ここに置けるね。で一応じゃあ松明、こんなところにあると暑そうだな。まあ風呂場はいいか、このお風呂のあれがあるから。風呂を使ってくれるかな。使って、うげ、眩しいって何。おうおお、逃げてった。松明で逃げてくんだ、なるほどね。よし、じゃあ一応ちょっと内装的にはこれでいいや。もう少し収穫とかを進めていこう。おお、ここは来るんだな、幽霊。ちょっと回収だけ先にさせてもらう。小麦。結構腹減るの早いな。あとかぼちゃを、あれかぼちゃって料理したっけ。あ、カニが料理されてる。カニちょっと食わしてもらおう、腹減ったかな。でかぼちゃ入れよう、料理する。ちょっともう少しだから、ここがね活用されてないんだよね、対して。これが出来上がるまで、まあ、ここの明かりはこんなもんでいいでしょう。トイレには明かりいらないよね。でこの部屋は明かりあるんだっけ。あ、ねえわ。入ってきたところにじゃあ1個置くか。はい、よし、できた。これは高級野菜炒め。よし、食おう。じゃあ回収したものをちょっとしまいますと。ほいほいほい。でキビもしまって、かぼちゃもしまう。これ料理は指定できないんだよね、あの畑みたいに。よし、またまたちょっとあれしたな、徹夜してしまった。よし、まあ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 、こんなもんでいいでしょう。ではではでは、あとは野菜が実るのを待つのと、ヘビがなんか言ってたよね。ヘビっていうかミミズ。あ、緑を作れみたいなこと言ったんだっけ。ちょっとこれ狩るのが大変だな、また。今のところのミッションとしては、たくさんの野菜が250になれば収穫祭が始まるかな。
トマトも回収しておきましょう。水に流れていく。真ん中の土地がね、マジで利用されてないけど、もうしょうがない、そういうものだから。でも一マスくらいさ、ペチョってやっても水は巡回するんじゃないかな。ここにさ、ペチョって1個足場置いても、あ、ダメだ、ここ、あ、1個そもそも足場にすればいいのか。ちょっと待ってね。じゃあ、わかった、こうこうこうで、ここを泥にしてこうで、こっから切って、でここにまた植えればいいんだよ。で支柱が必要だ、支柱、よし、これだ。でここにもトマト植えちゃおう。あ、待って、ここに植えると取れないから、だからこうだよ、こう。そうすれば水にも使ってて、肥料がないかもしんないけども、ちょっと肥料作ってらんないから、結構肥やし重要だからね、まあ、ちょっと肥やしももう一回調達しないといけないけど、よし、これでいいんじゃないか。トマトの種をだから持ってくる。あ、てかトマトにそもそもなってるよね。うん、大丈夫、これで全水は行き渡ってるでしょう、これで。でここは通り道だから、これダメだ、そうだ、これダメだよ。よし、こう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 、これでどうですか、トマト農園。さて、あと野菜が増える、あれ、野菜が増える条件ってさ、畑を作んなきゃいけないんだっけ。畑の数だ、ここら辺も埋めなきゃダメ、もしかしたら。いや、ちょっと埋めちゃおう。じゃあ種を持ってこよう。もうブレンド米になるけど、あと、ここもこっちにブレンドさせよう。キャベツ畑が今のところもうどうにも機能してないからな。小麦をブレンドさせます。多分ここ機能してないんだよ。だからキャベツ本当は寄せたいな、キャベツ寄せたい。あ、しまった、すげえドッカンしちゃった。あ、いいか、せっかく水あげてるけどね。ちょっとキャベツ寄せよう。しまったしまったしまった、かかしが。よし、これちょっと一回キャベツを寄せます、こっちから順々に。で半分は、あ、そうだね、植えてる数が225、226、227、228、これはもう最優先。こいつらほんとほんとに何なの、壊される。いて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 、一回人間にターゲットが絞られれば、まあ、無視してくるやつもいるな。お前ら来る前に終わるからね、戦闘が。え、なんか犬吠えてるけど、モンスターが来たからか。そうかそうかそうか、だから枯れる前に植えとかなきゃいけないんだよ。ってことはあと231でしょ、だからここを全部埋めてこう。233、34、35、36、37と、38、39、40、あと10、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。ミッションコンプリート、たくさんの野菜やったぜ、大農園。あれ、大樹からものすごい力を感じる。お、めっちゃでかくなった、立派な姿に成長した、すごい。俺たちが育てた作物が大樹に力を与えた、
島に緑を取り戻すことができる。もはや鎖風も恐るるに足りん。そうなの？このまま時が経てばよりたくましく立派な大樹になっていく。このままでは教団に破壊されてしまう。ビババンゴ様と早くお話ししなくては。そんなことよりいや、ビババンゴの方が重要だと思うけどね。まず足場を固めないと収穫祭の時に襲われるぞこれ。大農園の道その2コンプリート。こいつは飯の途中だった。ちょ、ハートだけ先に回収しておこう。はい。で、あ、こいつか。これでついに収穫祭を開ける。あ、いいよ開いて。確かに長い道のりだったな。あなたの島に連れて行ってくれませんか。大農園作ったら夢が広がった。そうだね、多分最終的に島に重要人物たちが集結して、まあ人が増えていろんなことができるみたいな。なんだこれ誰が誰だか分かんねえんだけどとっても面白いお祭りですねって一気に刈り取る。カカシがある畑の作物を収穫する。いや、畑がカカシがないとこなんてないんだけど。え、じゃあここら辺でも刈り取っとく。完全に作物がなってるんだね、収穫祭だから。まあほっといても刈り取ってくれるでしょう。全然刈り取ってなくないか。あ、こいつ死ぬんじゃん。収穫祭を開いている。え、他の住人は見えないんだ。ゴーストが仲間になった。まあそれはそれで別にいいけどね。狩る？こいつら。あ、狩ってる。ちょ、超効率悪いんだけどじゃあトマトは任せろ。あれ、真ん中トマトなってない。あ、トマト植えてねえからだ。そもそも自動生産システムに任せたんだ。来た。もうトマトないよ、残念ながら。あとは？え、もう刈り尽くしたんじゃない？みんなどこ行ってんだ。あ、倉庫にしまってんのかな。なんかやっぱこいつ耕さなかったえ、一応ちょっとマギル様に話しかけよう。たくさんの苦労もあったが収穫祭を開くことができた。そのマスク似合っておるぞ。わしもかぶりたいところだが小顔ゆえ無理であろうな。このわしにビルダーになれと。夢とは素晴らしいものだ。夢のために何かを作ろうとする姿はこの上ない尊い。ビルダーになろう。お前の島で共に物を作るぞ。あ、こいつも来んの。教団と話をつけねばならぬ。もう少しだけ助力を頼む。はい。緑の草原や木を作ることもできた。あ、お花ね。んってこいつ。収穫が終わった。いや、ないよ別に得意の美声を披露してもらおう。人々は自分たちが育て上げた大樹のもと歌い笑い収穫とものづくりに深く感謝した。その後ドルトンの思わぬ美声に皆が酔い、いつしか陽気な歌声が島中に響き渡った。しかし仲間たちと歌い笑うマギールの顔には喜びとともに小さな不安があった。
そしてヨガ、あ、マギールお呼び出した。貴様どういうつもりだ。なんだこの木は、なんだこの畑は、すべて貴様らが作ったんだな。どうか話を聞いてください。断る。教団のありがたい教えを言ってみろ。破壊こそが救いなり、この世のすべてを破壊せよ。お前を破壊すればいいんだよ。そうか、マギール。では死ね。弱っ。強い。ビーバー番号やるな。体重が。ビルダーは絶望をうまく。この人間どもを破壊神様の生贄にするのだ。え、強そう。てか逃げてったんだけど、あいつ一人で。敵が攻めてくる。体重自体は破壊されちゃったね。武器だよね。まず武器だからね。みんな武器は持ってるよね。よし、行こう。 OK、 問題はない。俺はこんな気持ちになったのは初めてだ。やつらを絶対に許さない。どっから？いろんな方向から来るとちょっとめんどくさいよね。呪文取られてくるな。グレムリンか、やっぱり。破壊だ。破壊だなんだけど。あ、薬草がね。薬草でも持ってるか。あ、持ってんな。あ、でかい。ためよ。あ、やばい。回転切り。もうちょっとさ、なんかすげえ強い技みたいなないの？ギガスラッシュ的なやつとは言わないけど。あ、やばい。てか農民なんでしびれてんだあいつ。まきるぶっ倒れたままだな。ちょっとここはあいつに任せて、敵が出た瞬間に回転切りをぶっ放そう。ほい。はいはい、しびれた。ここはちょっと攻撃しよう。溜めてる間にね、しびれでね、解除されちゃうんだよね。よし、ここもまた溜めよう。よいしょ、溜める。回転切り。ホイミンがいるな。ホイミンちょっと厄介そうだね。残しとくと。あ、やばい、こいつやばい。まあ、骸骨剣士もタコ殴りにすればなんとかなるでしょう。で、この間に溜めて、こっちも回転切り。はい、分散した方がまあ良さそうかな。最終的に残ったやつをタコ殴りにする。よし、はい、やばい。ちょっと薬草出すか。ほい、よし。ここはもうタコ殴りだから、ためよ。俺はためて次に備える。あれ？いなくなった。ビバパンゴちゃんいないね。全然気分が晴れない。そうだ。完全に忘れ去られてたな。農園破壊されたか。大
対して破壊されてない気がするんだけど。まだ息はあるね。息してるよ。どうやらわしはここまでのようだ。心配するな、まだ終わったわけではない。まだ希望は残っている。隊長はどうやって生まれたのか。生まれたのではない、かつて島に来たビルダーが作った。お前にこれを授けよう。え、なんだ、風のマント。空中飛行でまだ見ぬ絶景がそこに。上から見とくか。風のマントがあれば空を自由に飛べる。大丈夫、一から作る手がかりを探す。全てを教えた。あとはお前がメガミックスを助けろ。わしの弟子たるお前ならできる。いや、薬草を使ってあげれば一応薬草まだあるよ。たった一晩ではあったがビルダーになれて嬉しかった。そうか、マギールとの憧れておった。俺も呪文使いたかったな。ビババンゴの野郎ぶっ倒しに行く。どこにいるか分かんの。行ってほしいところがある。いやでもさ、ビババンゴ倒さないとさ、また同じ目に遭うよ。枯れてしまったかつての大樹が今もこの島のどこかに残されている。新しい大樹を一から作る手がかりがつかめるかもしれない。大農への道その3、新しい恵みの大樹を作る。風のマントが鍵になるかもしれない。心当たりがある。高いところから降りながら丸ボタンを押しますと。ほうほうほう、教団から逃れるために島を巡ってたから知っている。かつての大樹がある場所も陸地から離れた小島にある。だから普通の魔物や人間はいけない。風のマントを使えばいけますと。多くのトマト農園、ワープして湿地帯を東に抜けていくと小さな岬がある。風のマントで飛ぶ。いや、まあまあまあいいけどさ、だから元を立たないとそもそもで結構また空気が悪くなってるけど、それも大丈夫。まずワープしよう。薬草は4つで大丈夫で、食い物はやっぱパンだな。まずパンを回収しよう。トマトはいらない。小麦もちょっと一回やって、これも一回しまおう。でトマトの種、パン回収する回収させていただきます。野菜炒めもちょっと取り出しとこう。5個だけだと心配。これまずだってもう食うもん。2つはよし、朝にしてからいくか。寝よう寝よう寝よう。さあぐっすり一晩寝て行こう。あ、わいこいつは何してんの。え、こいつやる気ナッシング。もしや、あああああ、待って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 、はい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 。これさ四方向囲めないんだけど。壊せってこと？そういうことね。はい、ボンで、さっきのやつどれだ。これか、木の柵。
ちょ、これ一回しまおう。で、ドン。あとどれ？あ、これね。壁でいいや。ドン。いやー、ここにできんのはもうほんとめんどくせえな。ドン。ドンドン。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 ちょっとまた柵を。植え直さないといけないんで。はい。はい。はいっと。あとどこにできてる？二つだけ？あ、割とちょいちょい湧いてんね。外にも湧いてるわ。お風呂の水とか汚くなりそう。まあいっか、もうちょっと行きましょう。家の中とかにはできない？あそこ今段差があったんだけど、家の中とかにはまあなさそうかな。よし、じゃあちょっとワープしていきます。どこだっけ、多くのトマトの芽。そこから東へ抜けたとこ。うわ、もう全体的にあれだな、腐った風が。空が大丈夫か。とんでもねえ腐り風がここ最近起きなかった。あ、言う言う言う、教えてくれ。東に行くと海に行き当たる。左に曲がってまっすぐ行くと階段みたいな岩山がある。目印の看板がある。そこから思い切って飛べば大樹の小島に行ける。なんで知ってんの、こいつら。詳しすぎだろ。だからまずこっち。そしてレベルも上がりそうだね、また。例によって。あと、このイベントはサクッとクリアしよう、サクッと。で、左に行ってどうのこうのって言ったよね。階段みたいな岩山？あ、大ネズミがいる。よし。あのオークとか敵だな、多分。この大地はもう。強えかんな、何気に。いて、おく強え。しかし隙が多い。一回回転切り当てて。あれ、犬ついてきてなくね。もう犬はいらないのか。いや、この時にマンドリルが来んだ。いった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 。危ない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 。ちょっと約束を。あ、いって。よし、レベルアップ。レベル10、最大ヒットポイント。あ、何にもない。もうひらめくものがない。しかもレベル10マックスって書いてあるし、これ以上上がらないのか。後ろの階段を登っていくとかつての大樹を望む岬に出られる。空でも飛べなきゃいけない。風の門と思ってたら丸ボタン押せば滑空できる。まあ行くか。風のマント、あれ、風のマントってあれになんないの？自動的にやってくれるのかな。キメラ少し倒しとこう。薬草の元が欲しい。少し、よし、回収。2つしかないかな。でも敵倒しても素材だけだよね、今のところ。あ、ここね、ここ。あ、丸ボタンは勝手に押せばなるのかな。恵みの大樹はモンゾーラの希望、最後の希望は岬より先の地。
風のマントを持つならこの地から飛び空中で丸ボタンを押すべし。あっち側？よし飛んでみよう。え、超怖えんだけど。ちなみに本当にこっち側でいいの？いいんだよね。行くよ。はい。おお、すげえ。おおお。でもやっぱ徐々には下に行ってるね。敵いるじゃん、いっぱい。貴様らは人間、なぜここにいる？この小島の朽ちた木はビババンゴ様の手によって破壊の象徴となったかつての大樹。今や破壊の木、島を腐らせるババンゴの実をその胞子によって生み出している。なるほど、元を立てばいいってことだよ。はい、いた。ただ呪文とかいいよな、本当に。魔法使いとか仲間になんないかな。いて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 、結構ご利用したかった。戦法はご利用戦法すげえんだけど、このままどうする。よし、寝たー。マジかよ、いて。やばいやばい。いや、こいつ厄介だ。先にグレムリン倒そう。弱いグレムリンは。あとお前だけだ。タコナゴにする。魔物の群れを倒した。よし。かつての大樹破壊の木に変えた。あの小汚い光はなんだ。行くか、回収してから。調べる、調べらんないんだけど。ちょ、待って待って待って。じゃあ話すじゃないよ。カーソルが合わねえんだけど。ほい、てんてんてん。誰です、私に語りかけるのは。私はかつて大樹だったもの。しかし今は朽ち果て、朽ち果てた私から出る風は災いを呼びます。何者かは知りませんが、すぐからここにから立ち去るのです。新たな大樹を作りたい。ならばあなたの手で朽ち果てた私を破壊しなさい。かつての頭上の朽ちた黒い木が、あ、じゃあ、あなたの頭上の朽ちた黒い木がかつての大樹。金色の樹皮をすべて剥ぎ取って、そして私の元に持ってくるのです。はーい。これ壊す必要ある？まあいいや。登っていこう、とりあえず。待って、くら、あすげえ落ちてしまった。クライミングした方が早いんじゃないか、むしろ。ドローだな、使うなら。はい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 、これでいこう。シドウとかどうやっていくんだろう、これ。頭上か。よし、オッケー。あとは、あ、金色のそしてこれ破壊ん、どうすればいった、これか。あとこの2つか。
せいやー。オッケー。よし、あとはもう下に行くだけだね。どうやって来た、どうやって帰ればいいんだ。あ、これなんかあるじゃん。痛い、ダメージを食らいながら行くしかない。復活。え、こいつにさ、話すのがさ難しいんだけど。これに調べる。よし、よくやりました。私の命を破壊した。金色の樹皮は私の命がわずかに燃えていた部分、完全に壊れることができる。ビーバー番号は鎖数を増幅している。壊すだけでは悪しき数はやまない。新たな体重を作れるかもしれない。お、私の姿覚えておくと良いでしょう。創造とは破壊から生まれるもの。しかし無からは何も生み出せない。あなたが新たな胎児を作り、島に緑が戻る日を待っています。なんかお鍋の蓋が顎に当ててんだけど。いやだからさ、ビーバーパンゴまず倒そうよ。え、どこに書いた、ここに書くの。タイトル設計図1。マジでちょんめんどくせえんだけど。草原の土、大木の樹皮231個、超必要じゃん。壁、え、これどこにあんの。命の原木、大地の葉とか木の階段。いやー、マジか。俺の農園を一度破壊しなきゃいけねえな、これ。いや待って、だって俺のここら辺のキビ畑壊せってことでしょ。うん、てかさ、そう、キビ畑にいるからさ、みんな見えねえんだけど。ちょ、キビ畑買った方がいいと思うよ。閉まらねえな。えいえいおーって言ってるけど。大地の復活。書きかけというか、どこか半端。土台の部分見たところ、3段階に分かれている。実はまだ聞いていないことがある。タイルにはより大きな力を与える何らかの方法がある。何か分かったらお伝えしますね。こいつは、設計図の組み立てを我が輩たちも手伝おう。建築には慣れていない。正直どう作ったらいいか。大木の樹皮を敷き詰め、胎児をどう作っていくか手本を示してほしい。もう必要な素材集めてくる。いいね、旅立っていった。一番下の段に敷く大木の樹皮だけは集めてこないといけない。密林か。40個ほど。ちょ待って、これ、キビ畑破壊するか。あ、でも破壊しなくてもさ、これ全部使う。ここの部分だ、真ん中にしか集まってないよね。もしかしたら大丈夫かもしれないな。
で、まずはその樹皮を集めに行かなきゃいけないので、行きますか。結構先はまだありそうだな、この島。まあ、畑は任せておくか、あいつらに。よし、というわけで、とりあえずじゃあ大樹を復活させるために次回は樹皮を集めに行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。